の大地の皆さんです。M の準備が整うまで簡単にチーム紹介をさせていただきます。2011年からこのお祭りに参加させていただいていた旭川北の大地は今年の3月に解散し、チームの活動を終了しました。ですが、大好きな神栖ぶっちゃけ祭りにどうしても参加したいというメンバーの思いがあり、神栖ぶっちゃけ祭り限定でチームとして復活し参加させていただきました。神栖ぶっちゃけ祭りへの参加は今回が本当に最後になってしまいますが、精一杯楽しく踊らさせていただきたいと思います。それでは演舞の準備をお願いいたします。それでは披露していただきましょう。旭川北の大地の皆さんです。どうぞ。会場の皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、北海道旭川市よりやってまいりました、旭川北の大地と申します。本日のこのぶっちゃけ祭り、このように盛大に開催されますこと、関係者の皆様はじめ、多くの皆様に、心からお祝い申し上げる次第であります。また私たちもまた参加させていただきますこと、心から感謝申し上げているところでございます。今ご紹介ありましたけども、私たち旭川北の大地、今年の3月に、解散いたしました。ただですね、やはり去年ぶっちゃけ祭り中止でございましたので、ぶっちゃけ祭りに行かないと解散できないと、絶対に行かないとダメだということで本日来させていただきました。ありがとうございます。これまで多くの方々に出会いまして、関係者の皆様はじめ、いろんな思い出を、作らせていただきました。これまでの感謝の思いを精一杯演舞に込めて踊らせていただきたいと思います。どうぞ皆様ご声援のほどよろしくお願いします。通すように失いし鼓動、絆を胸に光求めて、大地2022演舞東演歌はっ。無情に
大きな御声ありがとうございました。ありがとうございました。